はい、どうも、タクタクです。ハンド実況プレイやっていきたいと思います。今回ですね、ちょっとプレイする前にお話ししたいことがあるんですが、作者さんからですね、メールをいただきまして、まあ、なんでメールが来たのかというと、この実況プレイをさせてもらうときに許可をもらったので、メールアドレスを知っていらっしゃったんですが、作者さんから、このゲームのですね、ちょっと不具合があるということで、改めてダウンロードをして今再開している状況です。まあ、セーブデータを、ファイルにコピー&ペーストをしているんで、もしかしたらちょっとその関係で不具合が起きるかもしれないんですが、まあ、一応改善されているということで、多分大丈夫じゃないかなと思いながらやっていきます。というわけで、前回の続きからやっていこう。前回はね、ちょうど、ハルフとね、ボノがね、ボルだ。くっついたというかね。そういう感じでしたね。迎えに来たんだ。ベルおいで。ベルで、ここでなんですよ、問題は。この後なんですよね。選択肢が2つありまして、僕はちょっと曖昧な返事を返してしまったんですよ。なんで、まあ、もう一歩選んだらどうなるのかと。どうなっちゃうのかなと。そんなことを選んだんだよね、前回ね。で、今回は開き直って、なんてこと言うんだ！どうした？考えてないわけないだろう。お前のことも、ミロのことだって。俺はお前が生まれた時、何があっても守るって決めたんだ。だから、あの時だって、お前をボートに乗せて、ミロと一緒に、助けたくて。もう会えないかもしれない。そう思うと怖くて、いっそ忘れてしまえたらどんなに楽なんだろう。俺はもう一度三人で暮らしたかった。身勝手でも人に後ろ指刺されても俺は一緒にいたかった。パパとママと一緒にいたい。離れ離れは嫌。帰ろう。つまらない。ベル、約束破るのね。ごめんなさい。やっぱりパパとママと一緒にいたいの。ベルもパパとママのこと言えないね。そもそもここから出られると思ってるの？このままで済むと思ったら大間違いよ。お、変身した。パパ、大丈夫だよ。怖くないよ。おいでベル。待って、いきなりこんな展開になると思わなかった。セーブしておいたかな。ちょっと、回復しようか。おー、一気に回復した。できるだけ多く回復しよう。よし。こら！うぅ、かけてくる。これ、おお、無限ループもしかしてこれ。あ、左にも行ける。右にも行けるか。こっち行こう。おお、なんだ？蝶々が気になるけど。おお。あ、蝶々のいる方に行けばいいのか。蝶々がこう、行き先を導いてくれてるみたいな。そんな感じか。おーっと、でもこの場合はどうすればいいんだ？この場合はどうすればいいんだ？こっちか、こっちか。いやー、ちゃう。ちょっと。こう来る。ここまではいいよね。問題こっからっすよ。はい。いや、これをここでなんとか巻けばいいのか。よっ、おぉ。巻いて。あ、来た！あ、どうなる？パパ？助かった。おぉ！パパ！いい感じになってるじゃん。ママはずっと握ってる。ああ、ごめん。ぼーっとしてた。
あの、ミロ、俺が悪かった。だから戻ってきてくれないか。また3人で暮らそう。これお、スイートテンダイヤモンド。わあ綺麗、ママ似合ってるよ。本日はエースベルスクリ号にご来場いただき誠にありがとうございます。皆様との出会いを記念しまして、この曲を送らせていただきます。いや、これちょっと戻ったって、夫婦の仲が戻ったってことか。これはいいのか。これはいいエンディングなのか。これはエンドなんだ。これはこれは良かったんだよね、多分ね。良かったのかな。今のところ2、3と見てるから、これが1だったらいいっていう認識かな。やっぱ選択肢で変わるわけですね。この絵見てないし。この絵見てないし。なんか、あれ、ちょっと待って。この絵見てないぞ。これはエンディング用のイラストなのか。全然わかんねえな。まあでもこれで、レフト、左手だね。左手のストーリーが終われば、次はいよいよ右手のストーリーに行きたいと思うんだけど。いや、どう？あ、いや、全然見ない。これは多分エンディング用のイラストだと思いたい。エンディングが何種類あるかってちょっとわかんないんだよね。で、一応バッドエンドも見たし、なんかノーマルエンドっぽいのも見たから、ノーマルっていうか、まあ、もう一つの、なんつうのかな、運命みたいな、そういうのを見たから、多分これで、ボル編はいけてるはずだ。あ、これコメントにあったんですけど、まあ、左と右かなと思ったんですけど、両方右手じゃんっていうツッコミがありましたね。まあ、手を取り合いたいっていう、そういうイメージなのかわかんないですけど、まあ、まあ、まあ、シゲマロウが、かわいいね。この、なんていうんですかね。ロゴが。あ、これ二人の人が作ってるってことなのかな？合わせてシゲマロウ。ああ、ああ、来た。サンキューフォアプレイング。あ、これやっぱあれだね。ハッピーエンドっぽいね。ハッピーエンドだ。ハッピーエンド、ハッピーエンドっていうかトゥルーエンドっていうかね。トゥルーエンドがハッピーなエンドだったってことだね。これハルフの手かな、多分。おう、ああ。これ女の子、ハルフのも可愛かったんだけどね。可愛いというか、まあ、うん。まあ多分、なんていうんですかね、こう、妖艶なイメージだったんじゃないか。レフト、ハンドストーリー1エンド。オーケー。はい。おう。終わった。ああ、終わりました。やったー。はい。というわけで、まあ、ボルね。まあ、自分のクリエイティブな活動が、まあね。行き詰まってしまい、酒に溺れ、でもこのハルフにその弱みをつけ込まれているところに、ちょっと自分のいたら、なんかね、それを感じてなんとか立ち直ることができたというストーリーでいいかな。はい。うん。まあ人間はね、弱い生き物なんで、ボルみたいなことがあると思うけど、どっかで見直せる時があればいいと思いますね。はい。というわけで、まあ、今回短めだったと思うんですが、次回は、ライトハンドストーリー、右手だね、をやっていきたいと思います。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。では、また。